ポーちゃんが純の悪口言ってた。そしてあいつぶっ飛ばすぞ、マジで、あいつ。首絞めて、お前、あげるぞ。ポーちゃんの悪口聞こうぜ、ポーちゃんの悪口聞こうぜ。3分55秒。ちょっと、ポーちゃんの、おい、マジでこいつ、お前、俺の悪口言ったら、ほんと中国まで追っかけてって、お前、ぶん殴りに聞かんな、おい。マジ、キレっから。ポー。ポースケ、こんな笑顔だよ。土曜日の夜の8時から10時までね、はい、こう2時間たっぷり生放送なんかやります。やっていきたいな。なんかやります。もちろんね、なんかやりたいなっていうことはありますか？ありますよ。なんですか？あのね、自由所の先輩の淳さんに真ん中立たせて、で、あいつにいろんなことを喋らせて。おい、このデブ殺しに行くぞ、マジで、おい、おい、このデブぶっ飛ばしに行くぞ、おい、このデブマジ許さねえ、あのデブマジ許さねえ、このデブ、おい、このデブマジ許さねえぞ、おい、あのデブマジ、ショータ荒らしやがったな、こいつな、ショータ荒らしやがったな、おい、ショータ荒らしやがったな、こいつな、なんか、飯食ってる時も自分中国人なのに中国の悪口ばっかり言ってんの。あいつらは、みたいな。いや、あいつらって、おめえも中国人だろうと思いながら。あいつらバカなんですよ。ってずっと言ってたよね。いや、あいつらって、お前もあいつらだからな。俺からしてみればって。思いながらずっと。あいつらね、エロいんですよ。あいつらバカだから、なんとかなりますよ。ってずっと言ってる。本当に。こっちでも悪口言ってる。お前メインコンテンツになってんじゃねえか、俺の悪口が、おい、うん、俺の悪口メインコンテンツにしてんじゃねえぞ、お前、この野郎。ちょっと見させてくれ。で、あそこで先輩たちを見るとちょっとね、がっかりするの、うん、がっかり、そう、村市の中で、うん、おしゃれに心変えてかけてるやつが一人もいない。てめえ、デブ、お前もそうだろうがよ。そんなことないと思うよ、俺。いや、まずはね、引きこもりの実況者一人。おい、こんなこと言ってんのか、この野郎、ちょっと待って。俺もうチェックするわ、こいつ。動物か人間かよくわかんない、ヒョウ柄のやつ一人。で、小文字のバーバーも。それダメだ。お前、身内の悪口がお前メインコンテンツになってんじゃねえか、このデブ。ボロカス言ってんじゃねえか、このデブ。引きこもりの実況者と、人間か動物かわかんねえ、キチガイと、子持ちのババアって。こいつら俺の10個下だぞ。あいつしかも日本語 AV で覚えたんだぞ。なんで俺そんなキチガイに俺悪口言われなきゃいけねえんだよ。日本語 AV で覚えたようなクズと。AV 女優を抱きたいんですよ、つって、日本に来てるようなクズに俺は悪口言わなきゃいけないんだ。動画2本しか上げてないのに、2本とも悪口言ってる。何その確率。2分の2俺の悪口言ってんじゃねえかよ、あいつ。あのちぎり忘れたのか。